林直都氏は、戦国時代から江戸時代の武将、福岡藩士、黒田二十四期の一人、通称は太郎衛門、家門助、陽名は吉六。戦災は黒田武都氏の娘、五歳は長見定近の娘。子に、正都直道、養子に、平八がいる。 永禄12年、松本直光の次男として、信濃国作軍軽井沢で生まれる。武田氏の家臣であったが、長篠の戦いでの敗戦後に、一家で、伊勢国山田に移住。そこから住谷七郎二郎の船で、張馬国姫路に寄った際、黒田義孝に故障として出資することとなる。その後、義高の命で、張馬国明一氏の住人林大学の生をもらい受け、 林太郎衛門と名乗った。天正十二年三月、岸和田合戦で売り人。天正十四年のウルズシロ攻めでは、法理と信と共に一番乗りを果たした。天正十六年、五百十四国を廃領。文禄、慶長の役では、鉄砲王党を務め、そのその中の文禄三年二月には、史上唯一の槍による虎狩りを行っている。槍は、 虎がもがいたため、塩首が曲がったという。黒田長政はそれを称して、槍に虎将という名を与え、鞘は見事な大鳥毛だったため、黒だけの槍印に採用した。また、この戦乱で、両親や縁者を亡くした女児を日本に連れ帰り、里と名付けて、自分の娘のように養育したという。この頃、伏見城建築にも従事している。 慶長3年に903国に加用される。慶長5年の木曽川、豪都戦の戦い、関ヶ原の戦いでは、黒田長政に従って参戦し、先行を挙げた。なじま城を受け取りの際にはその使者を務め、やがてなじま城が廃城されることになると、城門の一つを廃領して、自宅の門とした。二階建ての門が許されたのは、黒田や中でも、林屋のみである。 慶長六年、筑前国加保郡長谷村一園の三千国を廃領。慶長十五年、名古屋城追記の際には、福岡半端東区の一つ、東大手門及び石垣の建築に当たった。慶長十九年頃より、家門助を称した。寛永六年十一月三十日、福岡の辞定において死去。去年六十一。虎将の槍は長らく行方不明となっていたが、 アメリカから里帰りして現在福岡市の個人が所蔵している。山城新区につりのの耐震槍で、日本語よりやや短い問いが一本通ったす槍である。ありがとうございます。